い、どうもこんにちは、こんばんは。 TikTok を一回でも見たことがある人は全員高評価。どうもツルフィーです。ということで今回はなんですけど、見てください、また TikTok でーす。前回ってか2週間前に出したやつが100万再生超えたんで、で、あと2週間ぐらい期間空いてるんで、まあまたやっていいだろうということでまたやっていきます。まあなんかね、このシリーズ人気が続く限りは、まあ3週間に1回ぐらいは多分やっていくと思うんで、皆さんね、これからも絶対に見ていってくださいね。なので皆さん、チャンネル登録と通知オンにしておいてください。でね、おかげさまでなんか TikTok のフォロワーもなんか増えてまして、現在ですね、現在、23,800 人ぐらいフォロワーがいるんですけどね。一本も更新しておりません。皆さんね、多分、この、僕の TikTok シリーズ、まあ、おばあちゃんのからね、まあ、見てくれてる方は知ってるかもしれないんですけど、まあ、毎回、なぜかみやぞんさんがいると、ここに。毎回みやぞんさんがいてね、もう、やばいんで、ちょっと、そろそろ更新しようと思うんで、この動画撮り終わった後ぐらいに。なのに皆さんね、TikTok もフォローしてください。絶対にしてください。お願いします。ということでね、もう本当に TikTok はね、いろんな人が出してるから、何回見ても飽きないんですよ。いろんな笑いがあって。なのでね、最近 TikTok 話題になってますけど、民度は低いですけど、まあ、別にそんな民度とか言ってるやつな、正直僕意味わからんと思うから、まあ、そんな民度とかそんな気にせずにね、ちょっと僕は TikTok を見ていきたいと思います。ということでやっていきましょう。ということでね、早速見ていきたいと思うんですけど、ちょっとね、僕ね、一個気になるのがあって、このマッチョになりたいっていうのの一番左の人、これ明らかにちょっとインパクトあるじゃないですか。待って、もっとインパクトあるのが出てきちゃった。何これ。これ見たいんだけど。ああ、今日も生きてた。なんで生きてんだろ。大丈夫？もういいです。このお坊さんのやつは見ません。もうフォートナイトのやつ見ていきましょう。ということで調べていきますか。フォートナイト。あ、待って、変わってる。フォートナイト女子、フォートナイトクランボッシュ、フォートナイトリーク情報、あれ？リーク情報が来てるぞ。安定のフォートナイト女子とクランボッシュは一番上と。とりあえず普通にフォートナイトに見ていきましょう。フォートナイトやってる友達に送ったれ。なんだ？はい。今日は7月25日、はい。今日は何の日か知ってる？知らないよ。え？知らないの？いや、煽るな、バカ。あ、知ってたわ。なんだこれ。え？なんか出てきた。なんだこれ。え？やばー。え、ま、え、ま、やばいってほら、いくよ。おい、やばいな。なんだこれ。音楽すごいけど、うわ、すごい、やば、何が起きてるか、ちょっと正直僕わからん。え、うま、やば、すごくね、これ。長いな。このマップの正しい使い方、これ何、カオキダンスのやつだ。これが正しい使い方です。なんだこれ。え、僕は何を見せられているのでしょうか。なんだこれ。どうもフォートナイト愛好家です。はい、愛好家頑張れ、いけ。はい、ケーキ縦積みして。え、愛好家。お前愛好家じゃないか。愛好家クレキレキッズの生態やばい。なんか音楽がすごい。ダイナモちょうだい。ちょっと待って、なにこれ。え、なにこれ。ちょっとすごい。ちょっと意味がわかりません。 Wi-Fi の後ろにアルミホイルの壁置いたら回線めっちゃいいよ。え、マジなのこれ。お前絶対嘘やん。俺より編集早い人いるのだって。スイッチ版のフォートナイトで、はい、俺強いって思ってるやつ、はいはいはい、俺にかかってこい。君ちょっと黙ろうか。なんだこれ、やばい。ちょっと待って、やばい、なんだ今の。ちょっと待って、やばいってこの人さっきから。机大丈夫？あ、この人知ってるよ。ちょっと有名な人でしょ。ちょっと、大丈夫？これ絶対殴られるやつやん。ほら、あ、大丈夫さん来たよ。はい、毎回来るよ、大丈夫さん。さよなら。大丈夫、大丈夫さん頑張れ。まだいける、大丈夫さんいける。いや、うまい。ナイス、でかい。資材ありがとう。ありがとう、うん。いけ、大丈夫さんいけ。あ、終わりかい。あ、また来た。何、大パンしたらスピーカーに怒られた。だってなんかまた来たよこの人。で、この人普通にうまいんだよな。ほらね。はい。え、何。え、スピーカー今までよく頑張ったな。お店の PC で10キロビクロしました。パソコン買え。なんだこいつ。いやごめんなさい。ね、何この人。ね、何この人。え、当たっちゃったか。ちょっとこの人の動画もう少し見ていい？ちょっと、え、この人か。何これ、芸人の人この人。待って、僕これね普通に見たいんだけど、この人ちょっとこれ見ようぜ。 But like,
why are Asians keep trying to be white? Like, I just don't get it. Like, love your own skin. ヒゲ生えてんな。ちょっとこの人のフォートナイトの動画もう一本見てきたね。あった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 、これ見よう。やだ、お腹痛い。お腹痛いの？ベイ報告しないで。トイレ行きたい。うん、行ってこいよ。ちょっと、大丈夫ですか？ちょっと、はい。あ、なんかめっちゃかっこいい音楽流れ出した。何これ？めっちゃかっこいいよ。なんだこの音楽？どうなった？知らんわ。ちょっとなんか、フォートナイト女子で調べてみる？なんか、いつもなんか、フォートナイトで調べて、それで終わっちゃってるから、ちょっとフォートナイト女子行ってみよう、たまには。だから、何これ？なんか、え？前もあったよ、これ。ねえ、YouTube 大丈夫なの？これ、まあ、前大丈夫だったから大丈夫だろうけど、え？本当に？いいね、おしょこ。なんかもう、フォートナイト女子関係ないよ。男やん、こいつ、絶対。え、こいつ女だったらごめんけど、絶対男やん。ねえ、しかも何この高須ムーブが最強すぎるって。何ちょっと、本当に気になりすぎてやばいんだけど。え？なんだなんだ？高須ムーブするって。高須ムーブします。はい、してください。乗れない。早く乗れよ。待って、これをまず壊さないといけない。はい、壊して。Let me see you! そういうことか。お前も乗れ。乗って。そういうことか。そういうことな。すごいこの人すごいぞこの人イエス高須クリニックあフォートナイト女子来た逃げないでよなんだこれこれ何カップとかじゃないよねちょっとイチャイチャすんなお前ら知らんわなんだこれねえねえ僕とゲームしようよいいよ何これちょっと、うん、すいませんうまいのか分かりませんあかわいいだから何これフォートナイト女子関係ないやねえお前らもうフォートナイト女子に何でもつければいいと思ってんだろ何これこんな女の子どうですかでやると思った今やると思ってるねやると思ってるでしょムカつくなすいませんやりますなんなんお前なんだよ、うん、すげえめっちゃ可愛い子来ためっちゃ可愛い女の子来たよアリゲンさんアリゲンさんアリゲンさんスクワットやってくれるんですかアリゲンさんはい1,2可愛いなー何これだからフォートナイト女子であるはい、なんでしょう聞いたはい勝手に来ないでください。これあ可愛い可愛い人だ。これめっちゃ可愛い人だ。めっちゃ可愛いんだけど。自分の子も可愛いよ。え金武器とか入ってたりするのかな。あそれ入ってませんよ。フォートナイトあるおすげえ可愛いしコスプレもすげえ。えフォートナイトあるある。デカボトンだったねそれな。うんわかるわ。待機時間そうだねめっちゃムカつくよな。あ知らないとタイマー申し込まないムカつくな本当に。通知だ疑われるわ。うん。あの最後のは嘘です何これフォートナイト女子ですやって気があったら付き合っちゃおうだってすげえなそれで付き合うのかすごいですねなんだこれつまりの好奇心にとらわれてたんだなんだこれ大切なものを壊したんだちょっとなんだろう明かりが止まらない方すいませんフォートナイト女子に思ってることはいはいはいまあこれはフォートナイト女子関係あるわ承知学生あそうなの多いんだあそうなのえそうなのそうなの？お前そういうことか。はい。ピアトレベル。はい。固定スキン。あ、そうなの？好きなエモート。あ、そうなの？始めたシーズン。はい。使ってるグライダー。はい。最後に一言、フォートナイト。一言言えや！いや、あのね、さっきから僕めちゃくちゃね、頑張ってフォートナイト女子を探してるんですけど、もう男しかいない。ネカマばっかなのよ。何？そんなフォートナイト女子ってつけたいの？何？お前ら女か本当に。もう意味わからんよ本当に。マジでフォートナイト女子がいないわけですよ。あ、いいの見けたこれ。フォートナイト女子に言われて恐怖を感じた言葉トップ5。はい。いや、最低だなそいつ。いや、最悪だなそれも。え、そう、僕に言ってんのお前、ムカつくなお前、あげねえわ、バカ知らんわフォートナイトキッズあるある。なんでフォートナイト女子で出てくんのこれか。親がよく登場、そうなのうん、チート扱いされんのはい。言うとくれから多い、まあ、そう、それは多いね。女武士に群がんのそうなの初めて知ったわ。僕にやばすぎ、そら知ってるわ。もう、どうでもいいわこんな女の子嫌ですか？嫌です！ということで今回はですね、TikTok でフォートナイトの動画を見ていきました。もうね、やっぱ面白いね、TikTok。ということでね、皆さんね、またこのシリーズが見たい人はね、チャンネル登録と通知を、そしてね、コメント書いてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。まあもう本当に何でもいいんで、ゼルフィーブスでもつまんないでも何でもいいんで、とりあえずコメント書いてくれたら嬉しいんで、とりあえずコメント書いてください。あと TikTok のね、フォローもしてくれたら嬉しいです。まあということで最後はね、まあ最初に見ようと思ってた、じゃあちょっとこのね、坊主の方を見てちょっと終わりにしたいと思います。じゃあ見ていきまーす。なんだなんだこのな、もう TikTok 見んのやめよう。